どうもこんにちは、まなです。はい、今ちょっとラブホテルに来てるんですけど、私岩盤浴が結構好きなんですよ。結構好きっていうか、まあ1回しか行ったことないんですけど好きなんですよ1回行ってハマっちゃったんですよ。で、普通岩盤浴ってやっぱ他の人がいっぱいいるじゃないですか。で、携帯とかもいじれないし、あと漫画とか読んだりすることもできないみたいな感じじゃないですか。なんで、今日はラブホテルの岩盤浴付き、岩盤浴付きラブホテルに来ました。はい今からちょっと探検していくんですけど、ラブホテルだったらね、全然普通に全裸でいたり携帯いじったり漫画読んだり全部できるんで、今日はここに来たんですけど、ちょっと今から散策していきたいと思います。はい、じゃあまずドアを開けます。おお、結構広いですね。おお、ここは何ですかね。あ、冷蔵庫？冷蔵庫的な？あ、ここは開かないのかな。あ、いたいた。あ、飲み物が売ってるやつですね。はい。で、あとなんか本がありますね。パリで綺麗になろう。パリのあれですかね、なんか。本。あとはなんかもう一個。違う本があります。はい、ちょっと中見ていきたいと。普通にソファーがあって、普通にテーブル、あとはこの辺は多分食べ物とかですかね。あと説明が多分ありますね。はい、こんな感じ でベッドがこれですね。なんかすごいですね。これは何ですか。浴衣かな。すごいちゃんとやり方の紙まであります。すごいですね。なんか和風な感じですね、室内。これとかなんかすごい、なんだろう、なんか鶴が書いてあるのかな。鷹かな。こっちも書いてありますね。はい、で、はい、こっちに着物かなが吊り下がってますね。これちょっと夜見たらちょっと怖いなって思いますね。はい。で、こっちにもテーブルと椅子がありますね。はい、お、すごいびっくりした。ここに、電気ですね。すごいおしゃれな電気ですね。なんか間違えてこれ引っ張っちゃいそうはい、で、あとは空気洗浄機があったり、ここは何ですかね、カラオケもできるんですかね。一応マイクがありますね。はい、で、なんかすごいこれなんだろう、なんかの毛皮みたいな毛皮のマットみたいな感じですね。はい、じゃあ次こっち行ってみます。はい、ここはあれですね、普通にバスローブとかタオルとかで、レンジがあって、一応あれですね、飲み物ですね、お茶とかコーヒーとか、あとはコップとお皿って感じですね。で、ここが、おお、でかい冷蔵庫ですね、これ。わ、すごい、ちゃんと冷凍庫もある。普通、こういう、なんだろう、ラブホテルって、なんかちっちゃい冷蔵庫と冷凍庫がなんか一体化になってるやつしか
見たことなかった。すごいでかいな。はい、こんな感じで。あ、まあ、ここは何も入ってないです。はい、次こちら、はい、洗面所ですね。あ、ここで手洗ったり。で、こっちは何だ。あ、ここはトイレですね。うん、すごい自動だ。すごい、ここはトイレ。はい、よし、じゃあ次こちら行ってみます。はい、ここは中のお風呂ですね。ここすごいんですよ。外になんとお風呂があります。はい、こんな感じで、まあ、テレビもついててすごいですよね。なんか露天風呂って感じ。はい、こんな感じで。で、こちらがじゃじゃん、よいしょ。はい、こちらが岩盤浴になっております。なんかすごい、すごいですね。ここだったらもうあれですね、携帯いじってもいいし、漫画読んでもいいし、すごい全裸でいてもいいし、すごいめちゃめちゃいいですね、ここは。はい、まあ、こんな感じで全部一応紹介したんですけど、まあ、でも結構広いですね。まあ、お風呂も中のお風呂と一応こっちにある外のお風呂、まあ、2つついてて、まあ、岩盤浴もついてて、すごいいいと思います。はい、まあ、こんな感じでお部屋の紹介は終わりになりますね。はい、じゃあこんな感じで、まあ、これから岩盤浴に入っていきたいと思います。まあ、今から実際に岩盤浴入っていきたいと思います。いやでも結構床が暑いんですよ。普通にタオル敷かないでいけるかなって思ったんですけど、全然いけませんでした。めちゃめちゃ暑くて、ちょっとタオル、バスタオル敷かないとちょっとやばいかなって感じなんで、ちょっとバスタオル敷いてます。はい、じゃあ早速寝ていきたいと思います。もう結構暑いんですよ。この空間にいるだけでもう結構暑くて、もう多分汗かいてきてちょっとずつ。よいしょ、あーいいですね、あーいいわ。あ、やばい、寝てました。やば、めちゃめちゃ気持ちよすぎて寝てました。え、30分1時間ぐらい寝てたかもしれない。やばい、めちゃめちゃ気持ちよかったです。てかもう汗がやばいんですけど。じゃあちょっとここさっきも紹介したと思うんで、露天風呂があるんですよ。なんでまあちょっとそこに行きたいと思います。暑い、うわー、寒い、寒い、寒い、やばっ、外は寒いけど、
外のお風呂ってやっぱいいですね。もうめちゃめちゃいい。いやすごい岩盤浴もあって外にお風呂もあってもうめちゃめちゃいいいとこだらけですね、ここは。いやすっごいあったか。あまた寝ちゃいそうですね。はい。まあ今日はこんな感じで、まあ岩盤浴とあとお茶に入ってみました。いやもうすごいいいことでした。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。バイバイ。